どうもエル歌舞伎のエルウダです。はい、どうもデルニアシです。昨日ね、初めてグッドラック見たんですよ。グッドラックってキムタクさんのバカなこと言ってんな、お前。いや、キムタクのやつでしょ。今シラクさんだろ。グッドラック。いや、ちょっと待って、バカなこと言ってる。それ昔でしょ。グッドラックったら、あれ、そう、機長やるやつじゃないの。だからそれ昔じゃん。今もうシラク師匠なんだよ。いや、ふざけんねん。シラク師匠が、着物にキャップかぶって MC やってる今な。キャップ切った気がするけど、でゴザみたいなとこでチャブ台みんなで囲んで喋ってんで、どういう番組かって俺も最後たまたまちょっと見れただけだから。爆裂お父さんじゃねえかよ。ただね、グッドラックでね、これはねすごいと思うよ。アリスの3人があれ出てたのよ。アリスの3人が出てるの見たことある？堀内さんと谷村新司さんと、あともう一方いるんだけど。で、谷村新司さんが堀内さんになんか話振ってて、堀内さんがそれもらってなんか喋ってたのよ。サンダーっつって。いや、言ってないよ別に。そういうサンダーお笑い芸人じゃないんだから、そのフリーとかしないんだけど、俺谷村新司さんと堀内孝雄さんが会話してるの初めて見たと思うんだよね。おー。で、まあなんかツアーかなんかの、いや、それはみんなファンはね、ファンは見てると思いますよ。ツアーかなんかの番宣で出られたのかな、多分。確かに谷村新司さんとアリスで3人で喋ってるの見たことない、そうなんだよ。もう本当に、いや、だから俺ちょっと感動して。確かに見たことないね。でアリスに感動してたらもう番組エンディングぐらいなんだよ、でもう右上にテロップが出て、志らく師匠、このままグッドラックからヒルオビー連投へっていう、そのなんかニュースみたいに出てたんだけど、それはお前ら次第だろみたいな。次第だよな。だけどヒルオビーのオープニングに志らく師匠出てないのよ。多分後から合流だろうね。ああ、なるほど。スタジオも違うから。だからあれだ、バイキングからの、はいはい、あのね、どこでこう、二次元放送みたいなさ、あの安藤優子さんとね、安藤優子さんとやった後、その後にじゃあ、行くみたいな、坂上さんね、あれやってますけど。あ、確かにね。え、いや、そういう伊集院さんとかだからすげえなと思うよな。あのー、TBS その流れ今来てんのかね。伊集院さんがさ、3時までラジオやって、その後、7時、6時からラジオやってんだよ、朝。ああ、そうね。だし、爆笑問題、あれやばいよな。爆笑問題さんもサンジャポの後に、そうそうそう、昼過ぎからね、ずっと。絶対でね、また面白いんだよね、そのサンジャポの後にやるやつはさ、競馬のコーナーとかって田中さんが結構メインでやったりとかさ、そのちょっとこう普段とは、なんつうの、見れないようなところが聞けるっていうのはね。だから昔だからさ、佐藤珠緒さんと3人でやってたじゃん。あと馬成君、馬成君ってやってて、俺それをすげー見てたんだよね。でその後に多分アンタッチャブルさんの、そうそう、工藤なんとこっていうね、お天気お姉さん可愛かったんだよな。佐藤珠緒さんはね、早すぎた激横プンプン丸って言われてますからね、本当に。まあね、すぐプンプンしたもんね。そうそう。で藤本裕介っていう人が、平成のブンブン丸って言われた K-1 の選手なんですけどね。まあ、そういうね、いいよ、ことがあったんですけど。だからよくわかんないよな、ブンブンって。あのブンブン振り回すからね、腕を。モームスでブンブンブンってあったけどな。あ、そうですか。ハチの格好してたってのありましたけどね。まああとね、あの小倉優子さんはもうブンブンカーセブンですからね。カーセブン、ブンブンブンありますけどね。まあ昔新聞記者はね、ブンヤなんて言われたんですけどね。ブンヤ、あの、おめえら、俺ら所詮ブンヤだからよと。最近面白いとかさ、あれだよ、あの当時ブンヤって言われたやつがもういねえんだよっていうね、新聞記者が嘆くっていうのさ。もう今望月磯子さんぐらいですから、新聞記者って言って自分で本出してんのはねえ、記者が本出す時代だから。これね、記者の話しますよ。中国、記者に習近平思想試験。あ、これ怖いよね。不合格なら取材 NG ということで。すごいよね、これ。すごいよね。中国政府は28日から国内の主要な新聞社やテレビ局で編集業務に関わる記者らを対象に、習近平かっこシー・チンピン国家主席の思想の理解度を測る試験を実施する。それとだ、これ読み取り試験もありますよ。どっちシー・チンピンで書けるのか、お前はっていうね。シー・チンピンって書いた時に、どこの新聞社かって当てるっていうゲームを俺の中でやってる。なるほどね。ここまで言うかどうかっていう。そう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 。だからこれ、まあその通りのね、ニュースなんですけど。なるほど。いや、でもすごいね、これね。試験は習氏の思想を党員らに徹底するために中国共産党が開発した教育アプリ、学習強国などを通じて実施。アプリあんの？選択式で100問出題され、8割以上の得点で合格となる。学習強国で公開されている練習問題には習氏の発言や党の思想としてどれが適切かを選ぶものもあると。ああ、面白いね。いうことなんですけど、これは ね、だから日本はね、ダメですよ今。だからこれニュース関連して習近平さんの名前最初に入れたんだけど、一番上にスペースプーさん出てくるから、これもね、やめてください。人をそれで例えて遊ぶのは、お前ら生き物で例えるのは許さん。俺がいかんと。あのー、でも昔なんて俺らになってね、その
ね、男も女も関係と液体で例えられたわけじゃないですか。何液体って。醤油顔ソース顔ありましたね。液体で例えられたんですよ。あとあれは進化しましたよ。水が7割っていう人とさ、人間の体は水が8割っていう人2人いるじゃん。あれすげえ気になるんだよ。あれなんか教わったあれに読んのかな、ね、テキストに。どっち、あデブかどうかってことか。そう、あ、そういうことなの。そういうことはないの。脂身が増えたら。脂身、そういうことないでしょ。教育の問題でしょ。汲み取ってくれよってことじゃないの、僕らはね、知り合いの芸人でトンツカタンの森本くんって人がいて、なんか今ね、YouTube なんかですごい人気なんだらしいんだけどね。森本ちゃん、あの森本くんはね、最近原付の試験に落ちたと。30歳ぐらいで。あー、なかなかね。で、これがかなり今話題になってんだけど、その時に俺もね、実は俺も今まで言ったことないけど、17か6かの時に原付の試験落ちてるんですよ、あらっていうの言ったんだけど、その森本くんがすんごい速さで、いやいや高校生の時でしょみたいな。全然違いますよ、他の芸人かな、なんか、なんか俺が勝ちたいのに、なんかその森本が面白いみたいなことで譲られなくて、そうだ、ね、そうそう、あれだよね、30で落ちたっていうところで悔しさとともに、俺の方が、俺の方が30で落ちてるっていう、そのなんつうの、年バリューを、バリューを気にしたのかね。テレビに出る時の肩書きとして、お前なんかに譲らんと。そうそうそう、なるほど。ただね、ちょっとね、森本くんは知らないと思うんですけどね、伊集院さんがもう昔ラジオでそれやってるんですよ。伊集院さんがあの原付バイクを取りに行くっていうところを、なるほど、そのでテープレコーダーに撮っていくというのがあって、試験中はやっぱそれ切ってるんだけど、落ちましたっていうやつで、はいはいはい、すげえバカにされてるっていう、ラジオ界がもうね、20年以上前にあるんですよ。岡本社長いなくてよかったね、テープ回してんちゃうやろ、ね、危なかった。教官が岡本社長だった場合は分かんない。岡本社長どういう職歴なんだよ、うん、お前そっから吉本社長って成り上がりすぎだろ。たけしさんだってね、喫茶店のタクシードライバーあるわけですから、まあまあ、あの浅草東洋館のエレベーターボーイからあるわけですから。あれね、どうでもいいんだけど、あのナイツの土屋さんにこの前さ、うん、フランス土産のお菓子いただいてね、あーうどんもらいました。すごい美味しかったんだけど、うん、すごくな い俺それで、うん、俺もうね最近先輩でも何でも、うん、とにかく自分が思ったことを言って覚えてもらおうっていう時期があったんだけど、うん、俺もうね大人になったんだよ多分自分で言わなかったので。土屋さんにお土産いただいた時に本当に頭に浮かんだのは、うん、浅草以外も行くんですねって浮かんで、でも初対面で言うのやめたのその日。フランスのね、うん、雷門じゃなくて凱旋門ですね、そうそうみたいな。で初対面っていうか、その日すごい久々に会っての一言目、それよくないと思って、うん、でもそれを思いついたおかげで、思いついたのが浅草フランス座だと。おう、まさになんどういうこと、浅草フランス座でしょ、浅草東洋館は。あ、まあまあまあ、浅草に毎日行ってる人がフランスに行ったと。浅草フランス座、あフランス座か、星座で繋がってるんですよこれは。そういうこと。そうだ ね、そういうことなんですよ。確かにね、うん、それをねちょこめん思い出して、謎かけしてるかもしれません、ね、謎かけ。ねえ土屋さん、謎かけ、そうそう、ね、謎かけの達人ですから、ね、うん、2人とも一回だけ、ねずっちさんと土屋さんが飲んでるところで謎かけし合ってるところだけを横で見るっていうのやりたいよ。ああ、俺の中でね。あれ花輪さんじゃないの、土屋さんもやってるの。土屋、うん、でも俺土屋さんのイメージが強いな、ナイツさんだったら。謎かけは、あ、そうなんだね、うん、ねえ、もう早いっていうイメージがすごいある。そしてね、うん、木下ゆきなさんがこう学園祭熱戦が中止になったとかね。なんでだよ、ね、ちょっとそれはよくわからないですけれども、よくわかんないね、そういったニュースもあったりとか、あとはね、このハゲーの豊田真由子氏、みそぎの日々を新天地の女社長が明かすと。真由由、デイリー新潮、いや誰も真由って呼んでないですから。真由由どうしたんですか。 AKB48 の渡辺真由さんみたいな言い方してないから、そんな。いや、よく誰も、よく、ね、知ってることだから俺ね、詳しいんですよね、芸能。ふざけんなよ、政治、経済。ふざけんなよ。まあこれはね、 N 国党からちょっとこうオファーがあったみたいなの覚えてます、豊田真由子さんに。立花さんが声をかけてるみたい、ね、で、俺もね、あの N 国と立花さんの YouTube とか面白いけどずっと見てたんだけど、うん、目まぐるしすぎて、うん、目回りそうで、うん、まあ一旦距離置いてんのね。まあそれはね、それはね、ちょっと、ね、あの書類送検報道ぐらいから疲れちゃって、あの、うん、僕もいろいろこう話しましたけど、うん、あの 2,3 個しか見たことありません。まあでもまあまあ 2,3 個ちゃんと見てれば、見てますから、ちょっとしんどくなっちゃうんですよ、うん、これね、豊田真由子さんの後継人となった柳井さんが柳内社長は、うん、売上高600億円超の大企業を率いる凄腕経営者で、うんうん、2012年には渋沢栄一賞にも輝いている。渋沢栄一賞、6年前に開いた誕生会には歌手の由紀さおりや女優の山本優子、
さらには故野中広元官房長官まで駆けつけるなど人脈も幅広い。ほーでこれは、この社長が今福祉関連に力を入れていて、うん、豊田さんはそちらで仕事をしていると。もともと厚労省の出身だから福祉に関係する法律が変わるときは詳しく説明してくれる。ほーだから言ってくれないですか、あの法律間違ってたら、うん、違いだろーとかね。あーなるほどね、そういう、なるほどね、うん、食毛とカツラについてはこのハゲで終わらせるという。でもね、そうね、このハゲでちょっと税金取られちゃうみたいな。うちが運営する20カ所ほどの特養親老犬にも足を運んでくれてね、彼女もこれまでは国や役所の立場だけで現場を知らずに法律を作っていましたと言ってたわ、うん、建設業の方でも、会議や理事会に参加してもらってるし、私の側近という感じかしらということで、まあ、このデイリー新潮さんの記事だと、まあ、その要は政治にはもう復帰しないんじゃないかっていう。だから、うん、するとしても、うん、僕の持論としては、はい、でっちからやれと。なるほど。なんか一つその銀行でもいいから何でもいいからお金を借りて商売しろ、うん、なるほど。でもいいんじゃないこれは、まあ、やるとしても元厚労省の出身だから知識とか使うって、うん、だからそのでっちからやるのがね一番いいんですよ、皮肉なもんだよね、その厚労省の出身なのにね、うん、今厚労省がパワハラの指針発表しちゃったけどね。まあね、一応この文のね最後はね、パワハラで正解を追われた猛女は、うん、猛女って言うなよ、除血社長のもとにみそぎの日々を送るという。あで猛女っていうキャッチコピーは実は幸福実現党の釈良子さんが持ってるキャッチコピーなんですよ。あ、そうなんだ。そうなんですよ。そうなんだ。うん、猛女ってね。それ僕、え、猛獣の猛。たける、うん、そうそうそう。たける。うん。へえ。森島武の武に女ってあの。いやいいよ。あのプロレス界の、ね、プロレス界の前園って一時期言われた、あの、今でもタクシーでね。スポニチかな、なんかの新聞でね、うん、森島武がね、無双だっけ。うん、武。あ、無双はあっち、力王武っていう。力王か。力王だ、あけぼのの同期。そうだ、森島じゃないか、うん、森島さんの森ってタケルだっけ。で2人ともたけしが確かにたまたま同じ名前で、でワイルド2とかチームになったね。そうか、どっちもあのもうだから。そうそうそう、なんかね、海に流れた流木をね、うん、掲げてね、無双を鍛えるっていうね、うん、あ、なるほどね。で、まあ、面白いんだよ。でそのね、うん、その数年前には、はいはい、うん、小橋健太さんが、うん、あのなぜか知らないけどゴツゴツのカニを殴るっていう、うん、おー、あ、小林健太他にもあるのしてる、うん、あの熊の白線に突破するっていう。見た見た見た、あれはね、俺はもう見てました。あれウィリー・ウィリアムスと戦うのかなって一緒思ったのがね、でも白線かいと思ったけど、熊の白線に突破するっていうね。たまたま喫茶店がね、うん、スポニチ取ってたからね。ああそうかそうか。見てたんです。あの塩崎豪って今割とトップ選手は、ね、キックボクシングのジム行って何やんのかなと思ったら、うん、後ろから前から蹴ってもらって、あの胸板で耐えるっていう。いや、キックボクシングのジムでそれやりに行くんだみたいな。いや、キック教わるんじゃないんだみたいな。もう立ち続けますよ、うん、なるほど、天竜チョップ聞けますよ、何を食らってもね。そうだ、はいはい、そうだよ。まあね、そんなとこですかね。今チョップって言ったら誰なんだろうね。チョップは今誰なんだろうね。誰なんだろうね、チョップといえば。でも塩崎豪じゃない、ノアのトップの、小橋の遺伝子、まあ、三沢のと小橋の遺伝子を両方受け継いでるね、うんうん、いないよね、チョップ売りって。あ、だからそのシンプルなさ、技、うん、はいはい、の売りの人ってさ、天竜佐々木健介小橋健太がチョップだったんだよね、チョップ昔はね、うん、そうそうそう、いたじゃんその職人が。もったいないな、天山広いじゃないですか、モンゴリアンチョップの。いや、うん、あれ、うん、あれな、でもすごいよね、ポケビのさ、アマザンが生まれたあの年からずっと天山って今もやってると思うとすごいなっていう、ね、すごいですよね、気がしますけど、まあよかったらね、皆さんネットで検索しながら聞いてもらえるとより楽しくなると思います。で、それで桜庭さんもやってますから、桜庭さんもモンゴリアンチョップですやってますから、まあといったところでまた明日お聞きなさってください。お願いします。